ザグブリは、ジョージアのシダカルトリ州、ハシュリ地区にある村落。ザグブリテミの中心地、ロパニスツカリガーの家地に位置する。海抜は880メートル。ハシュリからは、北北東へ約30キロメートルの位置にある。村内には、複数の集落が散在している。ザグブリ城塞とザグブリ正義オールギ協会が建てられている。ザグブリは、カルトリにおいて最も古い。 歴史的な村の一つである。国勢調査による人口は、次の通り。ザグブリには、ジョージア西部とを結ぶ道が通っており、地元民は、古来より、サイメルロの道と呼んでいる。この道は、クベナツコツァの谷を起点とし、アビシ村からクルディスツカロ村を経由してチョルチャナ村の、チェラツヘビ川を通り、コルボーリ、サチヘレ、チアトラ、ゲラティ村、クタイシへと続いている。 古代に建てられたザグブリスタビの4等城祭により、この道路は、堅固に守られてきた。城塞は、建設大ダビと四世の祖父バグラと四世により、再建されたが、城塞の建設に関する、歴史的資料は秘匿とされ、語られておらず、ザグブリスタビ要塞の建設時期や歴史は明らかに、なっていない。城塞は平たい石と、石灰モルタルで作られており、四つの塔を備えていた。 この城塞の遺跡は、セメントで固められた部分以外は存在しておらず、石灰の山が残骸として残っている。城塞は17世紀から18世紀にかけて最高が、試みられたが、複雑な内部構造や外的要因のため工事は、行われず、未使用の石灰液が残された。城塞は1930年代に解体され、道路として舗装され、 また解体された城塞の一部は住民が家を建てるために使用した。ザグブリに関して記載のある歴史的資料は乏しく、歴史書カルトリの生涯において初めて登場する。この歴史書によると有望な戦士であったが政治的には貧弱であったギオルギ2世は息子であるダビド2世に王権を譲ったとあり、ダビド2世は サグブリ村のサグブリスタビ城塞を下記の居住地とした。サグブリスタビの村とサグブリスタビ城塞は現在のサグブリ村の西に位置しており、地元の人々は今でもガラブネビという地名で呼んでいる。地名には歴史の一部を伝えるものがあるが、そのような地名がサグブリではよく見られる。1976年、アレクサンドレラ・ラミシビリジュン博士率いる研究チームが、 サグブリ村で考古学的発掘調査を実施。その結果、石器時代や青銅器時代の遺物が数多く発見された。その大部分はハシュリ地方伝承博物館に保存されている。考古学的な遺跡とは別に、青銅の遺構や封建時代の集落跡も残されている。村には約30の考古学的な集落があり、レゾスミツァ、クビララ、カリ、 ゴロコ、クビニカゼビスミツァ、チョチコイリ、カリ、ガラブネビ、ツベビ、ミケラアンツ、ベルハベビ、ギゴスミツァ、ザカスツケ、パタララシェ、などが挙げられる。封建時代の集落としては、クビニカゼビスコレ、オサナジスアホ、ハラウリアーントサティベ、サツフベビ、ガラブネビ、チョチコイリ、カリ、ニコロジー、ミリツカロ、などが挙げられる。バルバチモン、チョチコイリのモン、聖ニコロズ聖堂の移行は、 1930年代に、そのほとんどを、聴覚名家が破壊した。その後、事前家のギオルギミケラシビリと、スビモンミケラシビリの兄弟により、聖ニコロズ聖堂が再建された。またシモンカパナゼにより、スビモンメスベティ記念聖堂が建設された。ザグブリテミの構成集落と、その1。ザグブリゼモブロロザニクルディスツカロティツビニスツカロクベモ。 ブロロサニコビチョルチャナツェグベリザグブリを中心ととして、ザグブリテミと呼ばれる共同体を構成している。ザグブリテミを構成する集落は、次の八村である。ザグブリゼもブロロザニクルディスツカロティツビニスツカロクベモ、ブロロサニコビチョルチャナツェグベリ。ありがとうございます。